僕高氏は、第七代高羅王,王。清和王、意味川将。廟号は、はじめ敏州、後僕高氏とされた。死号は、孔子、恵ぐみかつ花房安高線譲る王。第五代国王慶州の長男であり、母は、県愛王高候補し慶州死去の時は一歳であった。即位後は、聖母の県愛王大号が、政治の実権を握り、 彼女の調和を受けた親族の金イタスビが政権の中心にいた。二人は大位継承の可能性のある大ライン君を地方人員に追い払い、さらに僕高氏の敗意をも論んだ。危険を察した僕高た氏は西北面淳剣士の工場を呼び寄せ、これを阻止しようとした。しかし工場は金イタス陽一派を倒した後、大ライン君を擁立し、僕高氏は敗位。 殺害された。タンとの関係は過表を参照。両方の人の間にこわなかった。詳細は、高来市列伝巻一公費一牧集5年6月、丹田山海4公赤水誘出5日、鹿もどめその水みなせいが赤十年丹田随山、誘出海中図大学博士伝くぬぎ川の大志の、丹田人こと山の、しでなり雲もり海明地道、ジョライボン七昼夜、 四海聖山高か百余り上周囲か四十余り里、六咲煙木、べきその上餅の女医師、用心教区不愛金きんくぬぎがのみいたりやましその形医心。ありがとうございます。